電子航空券控えの例日本の電子航空券の例右下に QR コードが印字されておりこれを端末に読み取らせて登場する電子航空券は航空券の携帯の一つでウェブサイトまたは電話による旅客機の座席予約を電子的に記録したものである航空券として E チケットと呼ぶ場合は電子航空券のことを指す日本では チケットレスサービスと呼ぶこともある。電子航空券によって従来使用していた紙の航空券から急速に置き換わっており、IATA 加盟航空会社には2008年6月1日から電子航空券の利用が義務付けられている。電子航空券は航空券に必要なデータを航空会社のコンピュータシステムに電磁的に記録したものであるため、紙の航空券は発行しない。 旅客の手元に現物があることは必要ではないが、旅客側に記録が残らないと利便性が損なわれるため、また空港で航空会社が電磁的な記録を取り出すヒントとするため、航空券の代わりに、旅程表、確認書、お客様控えなどと呼ばれる用紙に印字して顧客に渡される。中には用紙を使用せず、PDF、HTML テキストファイル形式で、 電子メールの添付ファイルとして送付したり、ウェブサイト上で顧客に表示する航空会社もある。さらに本人確認ができれば、いいチケットは取り出せるため、旅客が一切のデータを保持する必要すらなく、旅客のマイレージカード、IC カード、クレジットカードを用いたり、パスポートを用いて、空港で搭乗券発券手続きをするケースもある。入国審査において、 帰国用の航空券の提示を求められた場合、航空券の代わりに上記、旅程表を提示すればよく、ほとんどの国家で航空券の代用として認められている。E チケットは航空券の購入のために航空会社、旅行代理店に出向く必要がない上、紛失や盗難の心配がないので、顧客にとってもメリットが大きいが、それ以上に航空会社にとって 航空券用の紙が不要になるため経費の節減になるというメリットがある。旅行代理店にとっても有価証券である航空券の保管、管理という業務から解放されるメリットは大きい。IATA では2007年中に国際線の航空券を完全に電子航空券化するという方針を発表していたが一部航空会社で前述の期限までに 電子航空券会の対応が間に合わないことが判明し、その後 IATA は期限を2008年5月末まで延期した。紙の航空券が未だ利用可能であった最後の数年間は、紙の航空券を選択する旅客に対して、航空会社が発券手数料を課すことが多かった。日本の国内線におけるインターネット予約によるチケットレスサービスでは予約番号が発行された後、 予約番号を控えて指定コンビニエンスストアで運賃を支払って空港のチェックインカウンターで登場券を受け取るかクレジットカードで支払い空港のチェックイン機にクレジットカードを挿入して登場券を受け取る形をとる最近では一定の要件があるもののインターネットでオンラインチェックイン手続きが完了したりチェックイン手続き自体も不要になり 空港のチェックインカウンターにより登場券を受け取る必要もなくなっている。JAL と ANA のマイレージサービス会員は日本国内線に限って会員カードやお財布形態のフィードで個人認証ができるため一切のデータを顧客に送ることなく発見から登場券発行までの流れが完了する。登場の際には登場券は使用せず会員カードやお財布形態を使用する。 またマイレージサービス会員以外もパソコンから E チケット控えを印字するか携帯電話に二次元バーコードを取得することによって会員と同様のサービスを受けることができる旅行代理店が航空券を発券した後に営業を停止した場合航空券の卸売会社が旅客の意思に反して航空券を払い戻し旅客が空港で E チケット控えを提示しても 旅客機への搭乗を拒否されるというトラブルが発生することがある。ありがとうございます。